はいどうもこんにちは、プロトキオです。やっぱりね、そのなんつんでしょうかね、 YouTube で新たなるものでなんかいろいろ規制がかかり始めてると、まあよく見ればそこまですごい規制ではないんですけども、あのもう YouTube キッズが出た途端に YouTube 自体も YouTube 50キッズじゃないですけど半分キッズみたいになってる。あのまあ規制ですね、暴力的なとか性的なコンテンツだの、あと FPS 系とかも全部がダメになってしまうんじゃないかと。ほーい。ねえ、なんかもうクソですよね、もうはっきり言って。だから体張る系の動画も全部、あ無理、収益できまへん。メグインさんの腹切り万歳なんか無理だもん、収益化できないっすよ。まあ楽しくやるのが YouTube だと思うんですよ。でも俺はね、YouTube で面白いことしてお金稼ぎたいんですよ。だからさ、今の、あの、YouTuber って、こじきなんですよ。こじこじしてるんですよ。その、面白くないのにみんなから金巻き上げようとする。それダメなんです。で、メグインとかは、やっぱ、もう、まあ、昔では珍しかったよ、ネタ系っていうのは。みんな、レビューしかしてなかったから。その中でネタ系をやって、まあ、昔からネタ系やってる人もいたかもしれないけど、あえてそこでネタ系をやる。で、なんだろう、面白いことをやって、あ、後からお金が入る。対価を得てる感じがした。でも今の YouTuber っていうのは、クソみたいな動画作って、クソみたいなサムネタイでね、あーみたいな顔でやって、見ながら、バカルコルバ、あ、あ、なんか、あ、もしね、そうだぞ、これ、あ、もしね、って、あの、アウアウアのみんながね、知恵遅れのみんなが、って、かぶりついちゃう。したら中身見たら、あれれなんだこれってなっちゃうわけだよね。そういうガキを騙して生きていく。これ、俺最初思ったんですよ、柴田さんが言ってたこと。いや、そんなわけあらへんがなと。いや、そんなみんな頑張ってますよと思ったらね。No, no, no! なんつうでしょうね、ほんとに。0.1 円こじきの集まりでしょうね。でも今じゃ緩和期とか 0.25 円こじきですからね。あ、もうこじこじしてますよ。で、それもなんかさ、ウームだけ？ウーム優遇だよね、あれって。ウームっていうのは綺麗どころじゃん。綺麗の。ダーティーな部分は絶対に見せない。そういうところ。NHK ですよ。ねえ。NHK のお母さんと一緒に見て、誰が面白いと思うんじゃ。なあ、面白いって思うのは、6歳、5歳未満とか6歳未満。ほんと。で、ちょっとなんか、小学生、訓練見て出るよ、もうな、ふふふふって笑うのが、小学3年生くらいなんだけど、そうなんだよ。NHK なんだよ。NHK いいよ、安全で。すごいいいし、天気速報、なんだか、地震速報とか迅速でいいけど、俺らが見たいのは、深夜番組的なものみたいな。ないけど、面白いものみたいな。過激とまでは言えない。だから、禁断ボーイズが過激化できないのは当然だよ。収益がもらえなくなっちゃう。大変だな。なんか悲しいよな。うん。みんな昔はこぞって過激なことしてたけどさ、その、なんて言うんだろうな。YouTuber でなんか、常識求めてるやつはバカだと思う。常識なんてねえもん。ねえ、社会から外れたやつ、反社会的組織じゃないけど、半分そうだから、そんな感じでやってってほしいよね。ねえ、笑ってくれる人、世のためはないけど、人のため。で、なんか、10人迷惑かける代わりに、10万人の人を笑わせてみせますよって。まあ、迷惑あまりかけないようにしてほしいけど、まあ、迷惑かけんなとか言うけど、ぶっちゃけ迷惑かけないで生きたことないんですよ。うん。見ず知らずの人に迷惑をかけるのがダメで、親族を迷惑かけるのはいいのかと。親に迷惑をかけるのはいいかと。ダメって言うじゃないですか。じゃあ今までのお世話は迷惑じゃないとあなたは思ってるんですかって話で。あ、まあこう言っちゃったらおかしいんですけど、これはおかしいですよ。で、なんつうんだろうな、YouTube 過激化できない理由って多分もう、ねえ、もう、柴田さんも収益プラットフォーム、まあ、半分できないんじゃないかなって思いますし、ニュース、政治とかもダメなの。なんで、かずやチャンネルとかも上からの圧力で
あら、ゾミでーすって言って、某国のイージスさんとか、あの、敷島会とか、そういう界隈の人たちも、ゾミでーす収益化って言って、なんか、お偉いさんの圧力によって、ゼロ円になっちゃう。まあ、カズヤさんはいいですけどね。っていう、なんかね、YouTube。あなたのチューブ。みんなのチューブ。なんかね、ほんとに。面白いものが見れなくなりましたな。だって大体みんなお金のために YouTube やってんだもん。それは当然だろ。禁断坊主のなんだ。知名度が欲しい。人気になりたいから。人気になりたいからって、禁断坊主やってるから面白いことなんてできるわけないじゃん。これから。だからなんで、だから腹切り万歳じゃないんだから。うん。腹切り万歳は過激で面白いことじゃん。はぁ、つまんねえよ。広告も入ってなかったよ。腹切り万歳も。なぁ、悲しいよなぁ、ほんとに。禁断ボーイだって、まだ昔はマシだったじゃん。で、今は、キャーっていう奴らばっかで。やっぱそれは気持ち悪いけど、メグインティビザ見習ってくださいよ。めっちゃ面白いじゃないですか。俺ね、世間からの冷たい目が一番いいんですよ、YouTube で。ラファエルとかじゃなくて。なんつう、ほんと面白いよね。メグインさんは、その、青鬼、やってみたって謎の動画出して、なんか、あそこどこだっけな、六本、ん?どっかの街で青鬼するっていう。そしたら女子高生に取られてる。この人 YouTuber っぽいんだけどって言って、ね、あの、名前を、が知名度がないっていう。まあね、世代が違うんですよ。5個くらい違いますから、世代が。まあ、最強の男ですけど。白ひげみたいな存在ですよ。メグインさんは。いや、あの、白ひげだ。白ひげみたいな存在ですよ。ワンピースって。で、ゴールディ・ロジャーが、ヒカキンまだ死んでね。ゴールディ・ロジャーが誰だろう。まあ、YouTube ジャパンで撮られた。でもね、ヒカキンなんて四皇でしょ。そんな。ぜぇーはい、似てない。死ね。まあ、感じで。まあ、黒ひげが光るだよね。当然ながら。カイドウだな。サンガイっているじゃん。カイドウには。で、セイキン、木下優香みたいな感じで、フィッシャーズみたいな感じ。サンガイですから。サンガイってガイって言ってないからね。お前らよく勘違いするけど。俺、ウオタミ嫌いなんだよ。やっぱ、あそこまでファンがああなっちゃうと頭おかしいよね。努力と書いて、シルクと読むとかさ、もう、宗教だわ。マジであんなもん。ざけてんじゃねえよ、マジで。なあ。宗教であれは。あんな面白いって見て、もうあれ宗教。シルク様。シルク様。お恵みを。これじゃないな。お布施ですって言って。お前らスーパーチャットやり始めたらどうするフィッシャーズが。お前ら2万も3万もバカ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 さ、金入れんだろ。って言ってフィッシャーズって。どうも、こんにちは。フィッシャーズ。総裁。シルクロードです。みたいな感じになっちゃうよ。宗教だよ。宗教だよ。まあ、配信も半分宗教だけどね。でもその中ではまだ面白さは保ちつつあるけど、YouTube、YouTuber っていうのはあれ手の宗教家たちだってもう、宗教社団法人だってもう人気になればなる。ヒカキンなんてあれ宗教じゃねえかよ。はじめ社長だってさ、な、全国500万人の宗教。はじめ社長だって宗教だよ。あんな信者たちは。だから信者って呼ばれるんだよ、お前ら。ウオタミ、マジでさ、好きなのはいいけどさ、その、君たちは、あなたをやってはいけないことをしたとか言ってさ、バカみたいに怒んのやめね、ほんとに。あのね、ネームバルの、お前らバカなんだよ、ほんとやってること。目覚ませよ。だけど、目覚ませって言って、フィッシャーズがつまんないって言ってるわけじゃない。普通に面白いと思う。底辺 YouTuber やるわ。でも底辺 YouTuber がつまんないわけじゃない。俺底辺 YouTuber の方が面白いと思うけどね。でもやっぱりハングリーさのあるやつは面白いんだよ。でもハングリーという名の牙がなくなった人が多いんですよ。やっぱ上にのし上がろうと、のし上がろうと、だからヘキトラハウスさんだって最近満足しちゃってんじゃないですか。うん。川口仁さんは相変わらず面白いですけど、なんすかね。まあいいっすよ。過激なことはもうやんなくていい。もうアイドルっすよ。ヘキトラハウス。ジェネシスさんはアイドルですよ。はい。YouTuber とは言えませんね。うん。
でも面白い。だから、配信者みたいな感じですよね。宗教だけど面白い。でも、ウームってあれほぼ宗教じゃん。つまんねえことして。なんかクソみたいなことして、しょうもないことして。しょうもないならいいけど面白くもなくて。で、そして、ウオタミってもうあれさ、やばいじゃん、もう。ファンの総称とかさ、あれじゃん、テオファミジンクラ。で、待ち人。おめえらバカなんじゃねえの、マジで。なあ、俺がちょっとバカにしたら聞いて、バカにしたらやっていけないことして。ね、あらら、ここよだれ、ブーって垂らしながら、目がね、こんな感じ、って感じで売ってんだろ、てめえらよ。めっちゃ鼻痛い。ばーい。まあ、悲しいよな。うん。まあ、メグインも半分宗教だよ、あれは。宗教だよ、YouTube。うん。みんな救われてるじゃん。だからいいじゃん。あ、金は、でもね、だから、はじめ社長とカリスマブラザーズは宗教です。あれ、金取ってるんで、ファンサイト、ファンクラブ。ファンクラブとか言って金取り始めたら宗教なんですよ。なんで、あの直接的にね、金取ったら、あれ宗教家ですよ。なんで、フィッシャーズはまだね、半分宗教。え、でもね、宗教らしいよ、あいつらのファンは、ウオタミは。だって、ウオタミって信者の一個上じゃん。あいつら特殊能力持ってるでしょ。ああ、シルク可愛すぎて妊娠しちゃったとかさ、もう、アホだろ、おめえらよ。なあ、バカじゃねえの。ほんとに。なあ、怖えわ。うん。サイコパスの集まり。マジで。変な詩を書くのはいいけど、まだなんか、努力と書いてシルク読むとか、視野狭すぎんよ。なあ、一郎と書いて努力と読むならわかるよ。な、ふざけんなよ、あれ。マジで。視野狭すぎんよ。視野狭すぎんよ、お前ら。バカかよ。はぁ、ダメ。お前らダメだよ、マジで、あれは。意味わかんねえよ、あんな。努力とゲイティ、シルクと言う。まずいって、ね。鼻血の字って書いて、マジ。なんつんみたいな、なんかもう、日本語じゃない、あれは。決めんだよ、おめえらよ。やばい、あれは。マジで、腹抱えて笑うもん。面白いな、お前ら。絶対フィッシャーズより面白い、お前ら。努力と書いて、シルクロードと読む。愛と書いて、んだこと読む。真剣と書いて、マザイと読む。癒しと書いて、モトキと読む。個性と書いて、ダーマと読む。思いやりと書いて、ザカを読むと読む。一生と書いて、フィッシャーズ。なんでそれ、ふざけんじゃねえ。なあ、もう俺の一生はフィッシャーズじゃないんで。なあ、気持ち悪すぎだよ、これは。いやー、情熱と書いてペケたんで。もうなんか、当てつけだよね。努力と書いてシルクロードと読む。YouTuber みんな努力してまっから。だから上、のし上がってるんさ。なあ、シルクさんだけは努力してるわけじゃないんですよ。みんな運で勝ち上がったわけじゃないんですよ。みんな努力してまっから。なあ、気持ち悪いんだよ。努力と書いて一郎と読むならまだわかりますけど、愛と書いて、んだほど読む。愛なの、あれは。デブと書いて、んだほど読むみたいなのわかるよ。タラコ唇と書いて、シルクロードと読む。デブと書いて、んだほど読む。ノッポさんと書いて、マサイと呼ぶ。モトキ。なんか、新種の猿と書いて、モトキと呼ぶ。ダーマ。なんだろうな、ダーマ。黒マリモをかぶったオタクと書いてダーマと読む。失踪と書いて、え？なんだろうな。無と書いてザカオと読む。ペケタンってなんだろうね。よくわかんない、あの人。ね、一生と書いてフィッシャーズ。宗教と書いてフィッシャーズと読むだろう。なあ、もう、これやべえ、マジで。フィッシャーズ。フィッシャーズ信者、ウオタミじゃなくて、これダメだよ。それもさ、シルクロードに怒られてるし。もうダメだよ、みんな、そういうことしちゃ。気持ち悪いな、マジで。あ、なんか、腐女子みたいのいる。キモ。あ、いや、それならいいよ。かわいすぎる。こんなこと言われてみたいな。やべえ、やっちゃねん。フィッシュ、マサイの意外な才能。
あ、もう、ピピさんって人、なんかやばい。ドブネズミー。おいおいおい、ちょいちょい、待て待て。YouTube 三大宗教全部揃ってますから。これ YouTube 五大宗教に近いな、寿司ラーメンリクとか。言っとくけど、寿司ラーメンリクの、ファンの、悪さ、人気になればなるほどファンっていうのはね、キモくなんだよ。なあ、寿司ラーメンリク、なんかあなたマジックで寿司ラーメンリクから来ましたよとかな、そんなこと言わんでもね、ええねん、ボケ。ここに止めておけよ、ボケ、死ね、カス。なあ、おめえらのせいで大元がつまんなかった。やっぱ多分俺ね、フィッシャーズとか、スカイピースとか、レイターズ、面白かったと思う。うん。いや、レイターズは除いて。うん、面白かったと思う。絶対お前らのせいだよ。ファンのせいで囲いで、囲われて、あー気持ちええなー。ほい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 って、みこしの上で、ふんぞり返ってるから。それはつまんなくなりますわ。うん。お前らのせいだからな。絶対面白かった、昔の方が。うん。これ、今の良さとかじゃないもん。絶対昔の方がいいと思う。お前らのせいだよ、本当に、これは。うん。絶対面白かったと思うな。寿司ラーメンのリクだって面白かったもん。まあ、今も面白いけどさ。でも、お前らのせいで多分つまんなくなるぜ。お前ら、みこしを担ぐなよ。アンチでいろよ、ずっと。アンチは悪いことじゃないんだ。アンチっていうのは、その人にとっての最大の愛なんだよ。尖った愛じゃない。アンチしないとその人がつまんなくなってしまうっていうのを恐れている最大の愛なんですよ。アンチこそ思考。囲いばっかされたらつまんなくなるのは当然なんですよ。普段はイケメンなのにどうしてこんなこうも可愛いのか。大谷さんどうした気持ち。すごいね、フィッシャーズ独占1位って。やばいよね、ウォータミ。最近まともにフィッシャーズの動画見れないからなんかもう疲れが取れない。同じ日本にさえいないのもちょっとだけ辛いし、でもそんなこと、やべえ。やばいね、フィッシャーズと同じ1000円自販機に行ってしまうっていう。っていうかさ、なんか文字のフォント変えてるでしょ。なんかみんな気持ち悪。何このぐっちゃ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 でさ、手が震いたジジイが書いたみたいな字。何この字。え、ゴシック体で読めよおめえら。なあ、どんだけお前ら乱視なんだよ。乱視すぎてそれじゃないと正常な字に見えねえのか。おい、フィッシャーズをバカにしてる。このライン見て、ふざけるな。みんな拡散ってやつ見るんだけど、やめてね。俺らバカにされることなんて慣れてるから、何も考えてない。さすがリーダー、尊敬するわい。あ、これすごいわ。県民ミッキー、クッキーか。ごめん。クッキーで、日本の形にした。この人はすごい。これすげえ。これすごいすごい。さすがフィッシャーズ。心広いな。自分やったらブチ切れる。マキ君ごめん、大丈夫よ。優しい。そんなことない。ほんまにな。あ、でもこういうのはいいよね。そんなことない。俺だったら死ねばがって言うから。こういうとこいい。やっぱ、ファンの中の良さほど、これは素晴らしい。うん。ほんまにな。シルクロードマジ神。これで、神はそんなにいいとこ言ってますけど、日本は八百万の神なんで、いいと思います。全然。神ってすぐに言っても。よくこのことはよくわかんないけど、永遠に尊敬してます。かっこいいリーダー大好きで、このような声はやったことないけど、これからもやりません。書きな。さすがです。アンチの人たちは注目されてるくてやってるのが見えですよね。それに引っかかって拡散してしまうほどフィッシャーズがすげえ。引っかかってしまうほど、おめえの頭が血汚れなんだよ。バーガー。なあ。俺ね、
信者とアンチどっちがいいかっていうと、気持ちいいのが信者、頑張れるのがアンチ。アンチってすごい重要なものなんですよ。自分のことをいつも、なんだろう、その理不尽な方向から殴ってくれる。それってやっぱ、パンって重要じゃないですか。やっぱ、よくやるじゃないですか。目覚まさなきゃ、みたいな感じ。でも、囲いがいると、なでなで、みたいな感じで、はい、はい、なんか、ドーナツ、みたいな感じでやってくるのが、まあ、囲いなんで。拒否締め直すぞっていうことは、ストイックな人しかできない。で、囲いっていうの、まあ、いいことなんですけども、本当にその人が好きなら、アンチコメントしなきゃなきゃダメなんだよ。これは、みんなわかんないと思うけどさ。だから、傷つくようなアンチコメントはしない。けど、なんか最近、頼んでるよねみたいな。なんか、傷つかないけど、指摘じゃないけど、そういうのしないと、シッシャーズは世界トップにはいけない。トップまあ、俺はフィッシャーズにももっともっと高み、頂きを見てほしい。だから、みんながフィッシャーズを生かすか殺すかも、250万人、まあ、多分何万人くらい、ウオタミいるんだろうね。わかんねえ。まあ、君たち、ウオタミの力によって、君たちは、YouTube は面白くなれる。いろんな方向の、おフィッシャーズ、やっぱ、ね、トップだけあるわ。面白えや。ってやれるような、存在になってほしい。シルクやけど正統派。禁断の悪口言ってる。クソじゃんこいつ。って言うけどね。何この人。なんかもう半分スパムじゃねえかよこいつ。俺のターン、ドロー、モンスターカード。俺のターン、ドロー、ハンドスピナー。ドロー、ウィーン。く、技研、く技研。まあ、なんつうんだろう。フィッシャーズにもっといただきを見てほしい。はじめ社長を越してほしいと思ってる、そこのウオタミ。君たちの、まあ、アンチコメントじゃない。まあ、しすぎやだめ。50-50。で、アンチコメント、囲いコメントいいから、囲いこそアンチになれよ。で、あの人間って、好きになればなるほど、反対に向いた時の反動がでかい。ボーンってアンチに行くから。だから俺、ウオタミ何が怖いかって、とんでもねえアンチが増えると思う。はい、ウオタミの新居、特定しました。つって、はい、シルクロードの、実家特定しました、母校の人たちの住所も特定しましたかみたいな感じのやーべえ奴らが増えると思う。うん。あのね、俺もわかる。ヒカルさん大好きだったけど今大嫌いになった。うん。なんかのきっかけでそれが一番怖い。だからその本当に自分が持続的にその人を好きになりたいんだったらでもクズだよねみたいな感じでシルクロード、確かにかっこいいって言っちゃダメだよ。あれはかっこよくはないよね。うん。あれかっこいいっていうのはちょっとみんなの目、節穴にも程がありますよ。ねえ、もうやばいっすよ、それは。エアイアの身でポンってくり抜かれてますから、皆さん。で、目ないでしょ、みんな。あれをかっこいいっていうのはおかしいっすよ。雰囲気イケメンっていう意味のわからない言葉がはびこってる、この現在、この現代。いやもう頭がおいしいし、雰囲気イケメンで、雰囲気。俺だって雰囲気イケメンじゃん。誰だって雰囲気イケメンじゃん。な、雰囲気なんてここで伝わるわけねえんじゃん、ボケ。今ここが殺伐としてるか、陽気な雰囲気なんか、お前らに分かるわけねえだろ。なあ、ふざけんじゃねえよ。ふざけんなよ。演技かもしれないぞ。俺がこうやって殺伐したように見えるけど、めっちゃ陽気だ。ララ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 ラみたいな感じかもしれない。でも、分かんないじゃん。雰囲気イケメンってなんすか、雰囲気って。おい、雰囲気、雰囲気だよね。雰囲気イケメンって何、ほんと意味わかんないね、雰囲気イケメンって。もう何でもありじゃん。目がイケメン、鼻がイケメン、口がイケメン、頭イケメン、頭いい。なあ、もう、決めえよ。でもね、そういうポジティブな心がけ。OK でーす。
人を褒めることっていうのは重要だと思う。でも雰囲気決めはないんじゃないかな。もっといいところあるでしょ。もっといいところあると思いますよ。演技力があるとか言う。須田さんのことに言ってる。演技力がある。じゃあ今までのやつは大根役者だったのかと。ある程度の演技力はありますよ。もっとすげえ、藤原竜也の方が演技力あるんじゃないですか。うわ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 すいません。そみてえなモノマネすんじゃねえ。うわ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 うまっ。うまうま。これねえ、どんどん揺れるんで、俺が動いたら。うん。で、まあ、そんな感じで、うん。囲いはいつかアンチに変わります。なので、フィッシャーズが本当に好きな人は、シルクロード、リーダーシップがあっていいね。でもタラコ唇。え、んだほ。痩せたらイケメンだよね。いや、痩せないからブサイクみたいな感じで、なんつうんだろうな。ちょっと悪く言う節を作っといた方がいい。その人すべてを信じたとき、シルクロードが3億またとかしてたときに、クソ野郎が死ねボケってなって、みんなアンチになる可能性があるから、ちゃんとした人間なんだぞってことを思ってください。完璧じゃない。ほんと。これよくあるんだよ、過去に。でもそんなことじゃないとかいいかもしれないじゃん。うん、そうだったわって言って、アンチになるんで、ねえ、おめえの意見、昔はわかんだけど、今めっちゃわかるわ。シルク殺しますぜみたいな、なんか、やばいファンが増えちゃうかもしれない。何が一番怖いかって、YouTube って伸びるも、廃れるっていうのかな。伸びるも廃れるも、どっちも女性ファンのせいなんですよ。いつも。はじめ社長、しかり、フィッシャーズだってそうでしょ。みんな女性ファン。女性ファンが生かして女性ファンが殺す。これが YouTube です。人気に足りたいなら女性ファンに好かれろ。でも男性ファンに好かれたら、もう君は YouTube で勝ち組だから、なんか女性ファンを増やせ増やせとかみんな言ってるじゃん。ダメだよね。マジ危ないから。一時の金にしかならない。一時のグッド数。グッド数じゃな、金になんなんねえんだよ。なあ。だったら初めの10個くらいアカウント作って10個くらい入れよ。なあ、10アカウントなんか作って10回分年会払えよ。そっちの方が。はじめ社長、うはうはぁ Oh no! Fucking 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 all! Fucking all! Fucking 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 all! Off! Off!まあ YouTube って何なんだろうなーって思うけど、でも嫉妬すごいけどね。あ、つまんないか。嫉妬の上位が全部桐崎英治、ユナチャンネル、桐崎英治、告白、あ、告白はいいと思うけど、なんかやり方がさ同じだよね。やってることが光だもん。クソつまんねえ。なんか嫉妬らしさなんて昔からないから、こいつに。なんで人気になったかわかんない。あお！まあね、魚民の皆さんはフィッシャーズを一生好きでいたいって言うんだったら、あんま信じない方がいいです。信じないっていうか、そんな完璧な人間いない。YouTuber みんなクズだ。どうせシルクもクズなんだっていう感じで見てたらすごい楽しく見れるんですよ。マイナス面があった時、面白かった時、この差がでかくなるんですよ。めっちゃ面白く感じます。でも今の状態っていうのは、もうとんでもない、こんな、有頂天じゃないですけど、頂点の最高の気分で面白いものを見ても面白いとは思いませんよ。なので、魚民の皆さん、将来栄光、フィッシャーズを好きでいたいって方は、囲いにならないで、アンチの人の方が最後まで見る可能性の方が高いんですよ。アンチっていうのは、なんていうんだな、好きに変わるんですよ、いつか。でも、アンチも最初は好きなんですけど、
だからそういう一番全盛期、黄金期の時にアンチが一番いいです。だってフィッシャーズなんてさ、あとは下がるだけだもん。だから、まあ何が言いたいかってみんなさ、頑張ってくれよ。で、囲うな。うん。アンチしろ。え、何今日の動画。クソつまんないんですけど、いつものフィッシャーズはどこに行ったのみたいな感じの姿勢でいいと思います。本当にフィッシャーズが好きならそういうとこも見れるはずです。ね、昔の方が良かったっていうだけでもいいですよ。アンチっていうのは俺が喜ばないんですよ。なんつうんだろうな。フィッシャーズにアンチが増えたからって俺が飯うまってなるわけじゃない。俺が飯うまってなるのは誰かが抜けた時、飯うまあはは、ガーマ抜けた飯うまって言ってね、飯じゃねえよな。これ蕎麦です。ノーノー、ラーメン。ラーメン、ラーメンマーン。滑っちゃった。まあそんな感じで、本当のファンがやることっていうのはアンチです。でもアンチしすぎはダメですよ。傷つけない程度のアンチ。心の中では応援してる。それが一番重要です。それができない奴はファンを名乗る資格はない。アンチもできる奴が本当のファンだ。ということで、それが本当の YouTube のリスナー、最強のリスナーはアンチも書けるし、囲い込みも書けるし、いろんなコメントが書ける。多様性のある奴が最強のリスナーだ。でも、フィッシャーズっていうのはなんかもうチュキチュキみたいな奴らばっかなんだよ。それじゃ廃れるのも目に見えてる。でも、それでもいいと思いますよ。フィッシャーズがあと1年でいいのなら。ということで。でも、10年、20年見たいんだったら、アンチも必要。じゃあね、バイバイ。